しかし引っ越しの準備というのは存外大変なのだな。部屋中ホコリだらけで喉がおかしくなる。君の場合片付ける荷物が多すぎるんだ。それに君はせっかく片付けた書類を引っ張り出すから。思いがけず懐かしい書類が出てきたりするからな。君も覚えているだろう、硫化水素が溢れて大変なことになったの。え、ああ、確かにあの時は服にまで卵の腐ったような匂いが染みついて、往診先で何があったのかと心配されたよ。昔のことだ、往診先の患者も忘れているよ。そういう問題じゃないだろう。今日中に終わるだろうか。僕が片付けるそばから君が広げるから一向に進まない。いつかは終わるさ、ホームズ。それにしてもなぜわざわざ外へ出たんだ。家で食べればよかっただろう。今日はハドソン夫人が休みなんだ。それにあのホコリだらけの家で食べるのは気が進まない。ここは以前往診帰りに寄ったんだが、一度君も連れてきたいと思っていたんだ。どうした。君が勧めてくれた店は随分と評判がいいようだ。フランスから来た世紀の大怪盗がわざわざ立ち寄るのだからね。え、こんなところで世紀の名探偵と会えるとは驚いた。それはこちらのセリフだね。まさか君がこんな寂れた店で食事とは。私だってたまには大衆の味も口にするさ。それより何か事件でも解決してきたのかな。こう言ってはなんだが、随分と外食にはそぐわない格好のようだ。失礼。ドレスコードのある店には見えなかったものでね。壁も剥がれているし、机にも汚れが染みついている。ホームズ。なんだね。店の人が睨んでる。ん、なぜ睨むんだ。多少汚れている我々には都合のいい店だと褒めているのだが、周りの反応を見てみろ。それを褒めてると思うのは君だけだ。少し騒ぎすぎたようだね。それでは私はお先に失礼するよ。僕たちも出よう。このままここで食事をするのは気まずすぎる。なぜと。あの男もいなくなったし、ゆっくり食事ができるじゃないか。周りに睨まれながらゆっくり食事なんてできるわけがないだろ。私は気にしない。僕は気にするんだ。さあ行くぞ。あ、おいワトソン、何をする。まだ食事が残ってるだろう。お食事中失礼しました。せっかく美味しい店を見つけたと思ったのに、もう二度と行けなくなったじゃないか。君は周りの目を気にしすぎなんだよ。我々は客なんだから堂々としてればいいんだ。僕は普通だ。君の無神経さが特殊なんだ。いや、君が自意識過剰なだけだね。一月もすれば今日のことなど皆忘れているよ。よし、分かった。じゃあ一月後またあの店に行こう。その時は君にも付き合ってもらうからな。構わないよ。だが私としては一月後のことより、この後どこで食事をするのかを考えたいね。ほとんど食べないうちに店を出る羽目になったから、まだ空腹なんだが。前一緒に行った酒場があるだろう。あそこなら昼からやっていると思うんだが、どうだ。君の紹介する店は確かに美味しいが、外装に問題が多いな。今度雑誌でそういうコラムでも連載したらどうだ。君はまたそういうことを。